小錦です。今日はこのビデオを見た皆さん、4月27、28、熊本の方に向かってました。その日にたくさん仲間と友達が支えてくれた炊き出しがありました。その日に3000人分以上のカレーを炊き出しやりに来ました。僕と奥さん、うちのあゆみちゃんとか、うちのカメラマンのシャロンも、東京から行きました。あと北九州にいる仲間たち、博多にいる何人が仲間たちが、今回全部参加してくれて、あと一人僕の元マネージャーに大阪から来た、芸能君が、大阪から来てもらって、みんなが、一つの場所で、まとめて揃って北九州でいろんな用意してから熊本に、参りました。その前に、私たちコストコの方に買い物をいろんなものを書いてもらって、僕の息子みたいなもんだけど、浩平君、田中君が、そこで働いているおかげで、私たちをいろいろと、助けてもらって、実はその何を買ったかっていうと、大体ソーセージ買ったり、カレーの具とか買ったり、あと、必要な歯ブラシやひげ剃りやおやつとかお菓子、たくさん子どもたちが好きそうなものをたくさん買って、それを、僕のまた小倉から知り合いの、カズチン君、カズチンがミュージシャンでやって歌ってる、彼が彼の会社の2トントラックをうまく使って、それを全部運んでもらって、その時も僕の知り合いの坂本幸子さんと子供がみんな一緒に、こう多分このビデオ見ればわかると思うけど、雨の中に何とかブルーテントのものを全部雨に濡れないように一生懸命みんなやってきました。その中のものも買うものもあって、たくさんありましたけど、実はさっちゃんの、の方のフーラスタジオのところでいろんなものをフラダンサーや仲間を友達やみんないろんなものを持ってきてくれたおかげで、それを今回熊本の方に運びに来ました。それを、まずできてから、この後が私たちが大川のちゃんこ部屋に来ました。今のところが大川さんのちゃんこ屋、僕実はやすやすで呼んでるけど、森安っていう、彼のもともと僕の後輩で、一応、彼も大川の名前で関取になったことあるし、十両まで上がった人で、今その北九州の方に頑張って、ちゃんこ屋やってます。彼の場所にお願いして借りて、そこで唐揚げやったりカレーを全部そこに作って、あと米 何枚か作ってもらって、実は周りの人たちすごく今回大川に来るお客さん皆さんが、米とか、肉とかいろんな意味で助けてもらって、このカレー入れる入れ物とか、冷蔵庫のトラックやいろんなものを皆さんが助けてもらった。米だって170キロの米だけで、持ってきました。入れ物も全部、後輩の店で、いろんなものを助けてもらいました。その中もお母さんもね、奥さんや、その小川に働いてる、弁当屋の皆さん、本当にありがとうございました。皆さん本当に力を合わせておかげで、こうやってね、何千人もご飯食べさせることができた。本当にそれから、みんな一晩寝ないで、なんとか、夜中の
夜中の3時ぐらいに、北九州出て、熊本向かってました、本当にあのチームワーク素晴らしいでした、熊本が着いた日にも着いた時間がだいたい朝の5時半かその辺だったです、これが、実は全部こう唐揚げとか全部作ってから、一回冷蔵庫入れて車の冷蔵庫入れてカレーも作って全部冷蔵庫入れて、持ってきました。ガスや、ガスも全部、今回全部運んで、それでちゃんとあの向こうで料理できるようになって、米も向こう炊くことを、しました、だから結構あの重労働だけど結構ねチームワークがすごい素晴らしかった、本当にあの熊本の喜んでくれるんかな。一番最初朝6時半ぐらい7時半の間にカレーを作った場所が、西区の、熊本の方のバル小学校という場所で、そこ多分避難場所が200人近くいますね。今そういったところにあの、行く途中にたまたまここに寄って、入ったらお客さんが、ね、まだ朝まだ起きてないです。朝早かったけど、でも雨の中にみんな、なんかこれから仕事行く人がたくさん見えて、ここでちょっと100何人かな、200人近くにいましたけど、朝ごはん見たらみんなパンとバナナしかなかったなと思って、ここでみんなとりあえず、仲間みんなすぐ、ガスや全部おろして、コンロをおろして、全部そこでカレーと米を炊いて、すぐ、皆さん100何人ぐらい、ご飯作って、朝ごはんがあのカレーだったけど、カレーとウインナー、スープ、ソーセージを作って、皆さんを食べてもらって、本当にあのみんな喜んでもらって、嬉しかったね。本当にあのまだあの、たってまだ1ヶ月ちょっとぐらいだったけど、ちょうど4月の28日だ、今日ね、それをみんなを食べてもらって、ちょっとだけの時間だけど、ここには大体6時半から、カレー、小畑始まって、7時半ぐらいにここにいました。皆さん、長いと思いますけども、ね、前向きになって頑張ってください、たくさん、日本中にみんな応援しておりますから、これからどんどんみんなもあの道も少しずつ、取りやすくなりましたから、多分みんなどんどん東京でも大阪でも、東北のみんな来ると思います、もうちょっとの辛抱お願いします。みんな本当に今日本当にあの突然ちゃってごめんなさい。どうも失礼します。これで短い時間だったけど、これ終わったらすぐ、次の、今度西原中学校の、そこでまた、何百人、700人ぐらいの、カレーを作ることになりました。昼から、益城のすぐ近くに西原中学校の体育館でたくさん、周りにあの避難している人たちの、お昼ご飯が、今回、チーム小錦と、Rise Up for Japan の皆さん、参加作りました。お昼作りました。今日の昼もあの唐揚げがあったり、ソーセージがあって野菜もいっぱいあるし、あの卵もいっぱいあるし、あと米がここでずっと炊くことができて本当に嬉しかった。ここも本当に もう1000人近く、700人以上あの、ここにいる人たちと、近くに住んでる村の人たちがその噂来て、結構みんな来てもらってご飯食べてもらったの、本当に嬉しい。みんながニコニコしなら本当に喜んでもらって本当に最高だ、僕もこういう炊き出し、あの何が一番嬉しいか、こう一つ一つの子供や年配の人がこの温かいご飯を食べさせてあげることがすっごく僕がこれが一番嬉しいじゃないかなと思って、きっと皆さんなかなか毎日温かいものを食べる機会が少ないと思うね、なかなか大勢で、いっぺんにできることもできないから、まあ、今回はあの小錦チームね、Rise Up for Japan って皆さんね、本当に仲間が今回もいろんな仲間博多から、北九州からみんなたくさん来てるね。実はここで初めてみんな出会うことも、僕の手伝いしてる仲間みんなほとんど、今日初めて会う人ばっかりですから、まああのみんな本当にすごい動きが良かったし、ここみんなこれであのいつでも熊本行けるような形になると思いますね。
ぜひ皆さんも、これからさらにまだ元気になってください。いつかまで行きますからね。皆さん本当にありがとうね。これ映画を見るだけ僕まだ元気になりましたから、またいつかまた行きますよ。よろしく。最後の、滝出しの場所がエミネスっていう熊本空港阿蘇エアポートホテルっていう場所で、ここは一番多かった、2000人ぐらい人が、泊まったり寝たりしてます。ちょうど私たちが行った日に、この日が、ちょうどね、なんかフローも入れたっていう日だったと思う。結構みんな風呂上がりの格好してて、みんなパジャマ履いてゴロゴロしてたから、なんか聞いたらやっと今日で、みんな風呂ゆっくり入れた、日だったね。今までずっとみんなシャワー入ったり、ここは本当にパーキングラットで、ね、みんな本当に、車の中に寝てる人が たくさん、マシキっていう、近くの、ね、先ほど昼にいた、西原中学校の、本当にこの辺に全部結構家が亡くなった人たちがたくさんいる場所で、まあ、最後のエニメスのところで2000人がいるっていう話で、ここは一番たくさん人が多かった。ただいろんな意味ですごく助けてもらって、地元そこの中にちゃんと火とか米も炊く場所が、あと枯れ股温める場所とか、すごくやりやすかった。やっぱりこう滝らしいたくさんやりたい人がいっぱいいると思うけどね、そうやってそれぞれの、避難場所がそういう場所ちょっとでも作ってあげれば、そこにいて料理を作れる人がたくさんいると思う。運んでいくやっぱり一番大きな一つの最初の山がそれに物を持ってきて、どうしてもそれぞれの条件が分からないものが多いから、それをあれば本当に助かります。まあ、このエニメスも結局僕の、たくさん熊本もいる、あつしろいる友達がね、タケテルと、タケテル君、タケテルブルース、と家族ね、奥さんや子供たちもみんな参加して、あそこで、ね、もういきなりライブ始まりまして、歌手チームもみんなウクレレ出して、そこでフラハワイアンミュージック、カネカピラスだよね、本当に全然突然やったことですから、みんなもびっくりして、みんなすごく笑顔になって、たくさん、食べてもらって、米もカレーもたくさん作って、そこから、またあるカレーと米もたくさん炊いて、この近くにちっちゃい村とか避難場所があるから何十人とか、それを全部また、残して全部はそこに運ぶようにしました。本当に今回、熊本、最初の避難場所から、夜まで、3カ所回って本当にたくさん人も会えて、笑顔もちょっと見れて本当に嬉しいと思います。やりがいが、本当にやりたい、もっとやりたいことが、また湧いてきたから、もうちょっと落ち着いたら、夏の方に、ぜひまた仲間とまた、打ち合わせしながら、皆さんの元に行くように頑張ります。本当にNever give up、本当に日本立ち上がろう、みんなのために、みんな少しでも、皆さんのために助けましょう。今回の、チーム小錦、Rise up for Japan、 立ち上がろうという、仲間たち本当にありがとうございました。たくさん仲間このビデオの中いますから、誰か、これ見れたら、誰あの人知ってるって言ったら、ぜひ、メッセージを入れてください。これをたくさんの皆さんをシェアしてもらえたら嬉しいなと思う。もっともっと、助けましょう。日本人は日本人助けましょう。ありがとうございました。小錦でした。